寝るときに電気を消すかつけたまま寝るか。なんでそんな片言なんでそんな、うん、ケーナさんってたまにあるよね、そのなんつうんだろう、日本人が真似をする中国人みたいな。寝るときに電気を消すかつけたまま寝るか。寝るときに電気を消すか、はい、つけたまま寝るか、うん、どちらか。わかった、今の俺のイントネーション。消すかじゃなくて消すかつけたまま寝るか。寝るか、うん、寝るときに電気を寝るときに電気を消すかつけたまま寝るか。おかしいよ、なんでそうなんの、なんでそうなんの。疑問文だから、ハテナが入っちゃってるから、ハテナが入っちゃってるからそうなっちゃうの。最後にハテナが入ってるから、うん、寝るときに電気を消すかつけたまま寝るか。なんでそのさ、そんな感じよく出るよあなた、本当に。なんか私この後どこどこ行くけど山さんも行くかみたいなこと言うじゃん。多分行きますかって言いたいんだろうけど行くかっていうじゃん。省略したいのかな。だから日本語があまりお上手じゃないですよ。そうか、うん、はい、気をつけます、うん。まあ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 、電気を消すか消さないかで言うと、はい、まあ消します、あんま気にしないけど、はい、最近は消してますね、うん、ああなるほど。もともとそのずっと夜型の人間だったんで、うんうん、寝るとき外が明るい、はい、でそのまあまともにカーテンとかもつけないで暮らしてたんで、寝るときもすごい太陽の日差しで明るい部屋で寝てたので、うんうん、だから別に電気がついててもあまり気にしないで寝れるし、うん、ただなんか最近はその最近はっていうか今の生活、その昼間活動して夜寝るような生活になってからは、その夜電気を消すと、わあ俺これから寝るんだっていうワクワク感があって消してます。あ、消すと寝られますか、そのワクワク感があっても寝られなくなっちゃうとかじゃなくて、ワクワク感で寝られないっていうよりは、そのなんだろう、それこそ動画を見ちゃったりとか、あスマートフォンね、うん、そう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 、ね、こいつが自ら光るからいけないんだよね。あ自ら光る、その携帯がだってさ、これが本とかだったら、はい、電気をつけてないと見れないじゃん。なるほど。だけど真っ暗でも見える面白アイテムができちゃったから、そうですね、見ちゃう。だけどその電気を消して真っ暗にして、よし寝るぞってっていう感じで寝ると、なんか次の日ね、よく寝た感がすごい、うん、だからそうですよ、はい、そうだから消すようにしてるというか、うん、はい今日は俺終了みたいな、うん、うん、一日の終わりという感じがしますよね、うんうん、ずっとね、もう十何年と、はい、夜働く、うん、夜バイトする仕事だったんで、うん、だからね、ライブの時とかもさ、ね、入り時間が4時とか3時とかだと起きれない、うんうん、ちょっとそれでも早かったんですよね、山さんにとっては。そう、うん、普段がね、もう夕方起きたりする人だったんで、うんうん、そうそう、15時、午後3時とかでもちょっと早いっていうね、うん、だからもう本当普段の普通の人からすると早朝集まりみたいな感じで、うん、ずっとね活動してたので、はい、そうでしたね、うん、だからその時はもう明るい中で寝てたので、うんうん、そこまで気にならないけど、気にならない、うん、あれはどうですか、まあそうだとしたらそれすらどっちでもいいんでしょうけど、豆電球どっちでもいい、本当どっちでもいい、そうなんだ、うん、私これ子供の頃は豆電球ついてないと眠れない人でしたけど、大人になってからは豆電球でももう明るいなぁと感じてしまって、真っ暗、本当に真っ暗で寝たい人になりましたね、
うん、私はでもそれくらいかな、うん、なるべく暗い方がいいです今は。なんかでもね、感覚としてもう目つぶって寝たら分かんないから、明るさなんて俺の預かり知るとこじゃないよっていう感じがする。感覚としてはこれはね意外と違うんですよね。まあまあ言うよね、うん、その寝てる間のね、はい、うん、言いますけど、うん、それはもう言ってるだけで、うん、俺がそのあんまり思わない。まあでも私の場合ですね、あの暗くしてようが豆電球だろうが明るかろうが、あの頭まで布団をかぶりたい人なんですよそれ明る明るいがもうもはや遮断されてるじゃんそうなんですよね、うん、だからね、だからまあそんなに関係ないといえば関係ないんですが、それでも真っ暗にした上で布団をかぶりたい人なんですよね。布団をかぶりたい、でもそうね、寝る時の人の独特のそれはあるよね。布団をかぶって両腕を上に上げて寝るのが私の普段の寝るスタイルなんですよ。じゃあ寝るときに電気を消すか寝るかなんで毎回笑うんですか。じゃあ おかしいんだって、俺のイントネーション聞いた、うん、寝るときに電気を消すか、うん、つけたまま寝るか。はいどうぞ。寝るときに考えちゃうとあんま言えない。あ、じゃあ普通にどうぞ。はい、山さんのトークテーマ、寝るときに電気を消すかつけたまま寝るかどちらでしょう、はい、どちらでも良いでしたね